こんにちは、 YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回は非常識に生きるについて解説していきます。人は二人に分かれます。現状を維持する常識的な人間と人生を大きく変える非常識な人間です。あなたが非常識に生きたい、人生を大きく変えたいのであれば非常識な人になってください。今のままじゃ嫌だ、人生を大きく変えたい人は非常識な生き方を今すぐに学んでください。レールから外れる13個の生き方を解説していきます。1個目、仕事は食っていくためにするものではない。確かに食べていくためには仕事をする必要があります。多くのサラリーマンになぜ働いているのか質問をするとこう回答してきます。生活のため、家族のため、そのために働いている。これはもちろん正しいです。でも生活のため、食っていくためだけに仕事をするのはやめてください。仕事は生活のためだけにするものではないです。もっと仕事を楽しんでください。もっとワクワク働いてください。週7日のうち5日間仕事をしている方が多いです。5日間を生活のため、家族のためだけに仕事をするのはやめてください。もっとワクワク働くことです。仕事が嫌だと人生は楽しくないです。7分の5つまらなかったら人生ワクワクしないです。行きたくない会社に通い続けるのは本当に辛いです。働きたくない人と一緒に働くのも本当に辛いことです。もっと仕事を遊びのように楽しんでください。行きたくない会社を行きたい会社にする。働きたくない人ではなくて働きたい人を見つけることです。遊びのように楽しめない仕事はやらないでください。働くイコール我慢することではないです。食べるためだけではなくて楽しいからやるようにしてください。もちろん今すぐに楽しい仕事に出会うのは難しいかもしれないです。でも今のうちから仕事を好きになるにはどうしたらいいのか、もっと会社に行きたくなるにはどう考えたらいいのか、この視点を必ず持ってください。楽しいから働きたい、これをできるだけ早めに実現するようにしてください。僕は仕事が大好きです。でも最初から好きだったわけではないです。嫌な仕事っていうのをどうしたら好きになれるのか、働きたくないをどうしたら働きたいって変えることができるのか、これを考え抜いた結果、結果的に仕事が好きになっています。あなたもできるだけ早く今の仕事を好きになってください。2個目、遊びは未来の仕事になる。ビジネスっていうのは遊びと同じです。やりたいからやる、これを基本にしてください。遊びはビジネス、ビジネスは遊びだと捉えることです。堀江さんが一番大切にしていることは何なのか、それは人生を遊び尽くすことです。堀江さんは毎日が楽しくて楽しくて仕方がないようです。そんな日々を毎日送っています。この視点を本当に参考にすべきです。人生っていうのは有限です。限られています。無駄なことをする時間なんかないです。できない理由を言わないでください。過去に後悔しないでください。未来の不安にとらわれて今に集中できないのはやめてください。たった今からあなたが夢中になれる遊びに没頭してください。行動を起こすことによって人生は必ず動き始めます。遊びに飛び込んで遊びにはまることで思いがけない成功につながります。損得勘定だったり後先を無視して今すぐ没頭することです。ビジネスで大きく成功した人っていうのは才能がある人ではないです。みんな好きな仕事をやって遊びにはまるエキスパートです。あれこれ考えるんではなくて好きな遊びに夢中になってください。人生で好きなことだけを追求してください。嫌いな仕事を我慢して続けるのだけはやめてください。あなたは今何にハマっているか、何に没頭したいのか、これを今すぐに見つけることです。3個目、ビジネスで成功するには他人と同じことを他人以上にしつこくやること。ビジネスの成功法則っていうのはいくつかあります。マーケティングが大事、マインドが大事、でもその中でこれだけは絶対に外せない、そんなものがあります。それがしつこさです。しつこい人っていうのはビジネスで絶対に成功します。プロ野球選手で成功した人は野球にしつこかった人です。ビジネスでもしつこい人っていうのは成功します。 YouTube でも Twitter でもしつこく諦めずにやり続けている人が成功する人です。
一方、ビジネスでうまくいかない人はみんなしつこさが足りないです。ある程度のマイナスを受けるとすぐに諦めます。向いていないとかすぐに辞める人はビジネスで成功しないです。いくらでも改善できる余地があるのに諦める方が多いです。もっと上手くなるにはどうしたらいいか、もっと成果を上げるにはどうしたらいいか、それをしつこく考えれる人だけが成功することができます。いい商品なのは大前提ですけど、しつこく売り続ける人がいないと売れるものも売れないです。すぐ売れないから諦めるはやめてください。ここまでやると決めたら途中で投げ出さないことです。諦めないことです。あなたが成功するのに大事なことっていうのは、特別なスキルだったり人脈とか運とかお金ではないです。一番大切なのはしつこいことです。折れない心を持っているかどうかです。しつこさっていうのをルーティン化してください。しつこい人間になることです。例えばメガネメーカーのオンデーズの社長の田中さんは、店舗数が50店あった時に毎朝全店に電話して経営状況を聞いていたようです。2時間ぐらいかかる手間のかかる作業を毎日やっていました。50店に毎朝電話するというしつこい姿勢がオンデーズの経営を支えています。仕事がうまくいかない人の原因の大半は能力よりも諦めの速さです。しつこさが足りないだけです。勉強で結果が出ないともしつこさが足りないだけです。たくさん勉強する、毎日勉強する、そんなしつこさがあれば必ずあなたは頭が良くなります。とにかくしつこくやることです。スキルとかコツは必要ないです。あなたの覚悟次第です。4個目、アイデアを抱えているより酷評を受ける。とにかく今すぐに動き出してください。行動しないと何も変わらないです。何も始まらないです。失敗を恐れて何も行動しないことが最大のリスクです。ビジネスで成功する人はとにかく行動します。アイデアだけで成功することはないです。成功する人は知っています。例えば Facebook のアイデアを提案したのはハーバードの大学生でした。しかし実際に Facebook を形にしたのはマーク・ザッカーバーグです。世界の経済史に名が残るのはアイデアを発明した人ではなくてザッカーバーグが残ります。アイデアは思いついた人ではなくて形にした人が偉いです。スマホで検索エンジンを使えばたくさんのアイデアが得られます。しかしそれっていうのはほとんど形にならないです。行動しないからです。考えるのはほどほどにしてまず動き出してください。もちろん形にすると酷評されるかもしれないです。でもそれがいいです。僕もその気持ちで動画を作っています。たくさんの動画を作ることで話し方が下手だったりとか声が悪いとか滑舌が悪い、たくさんの酷評を受けます。でもそれがあるからこそ改善しよう、もうちょっと良くしよう、そう考えて僕は成長することができます。考えるのはほどほどにして、まずは形にして酷評を受けることをお勧めします。5個目、時間のショートカットに借金は役立つ。前向きな借金っていうのはしてもいいです。あなたが夢を叶えるために借金をすることは僕も賛成です。時間をショートカットして欲しいものが得られるなら借金っていうのは全然 OK です。お金を返せなかったらどうしようという迷いは捨ててください。やりたいことを先延ばしする時間の浪費の方がもったいないです。借金はネガティブなものではないです。借金にはいい借金と悪い借金があります。あなたが本気でやりたいこと、これに対して借金をすることはいい借金です。本気で欲しいものにお金が必要なのであれば、さっさと借りて願いを早めに叶えてください。お金を用意している間にチャンスを逃したらもったいないです。大切なのはお金よりも時間です。時間は限られています。お金を貯めるよりも時間を大切にしてください。スピーディーに行動することを優先することです。そのためには遠慮なくお金を借りていいです。6個目、欲しいものは何でも秒で買うこと。お金で買える、あなたが欲しいものは全部買ってみてください。貯金はなるべく崩したくないというブレーキで欲しいものを我慢するのはやめてください。僕も欲しいものっていうのは全部買ってきました。欲しいものを我慢するのはやめてください。欲しいのに我慢する、このメンタルがつくと働きたくないのに働いたりとか我慢する人間になります。あなたが欲しいと思ったらすぐに買うべきです。
欲しいものはその場で買ってください。優れた情報だったり体験を得るチャンスを逃さないでください。すぐに購入してインプットを行ってアウトプットを必ずしてください。そうしないと変化の激しい現代を生き抜くことはできないです。YouTube 図書館でもいい本の内容があったら必ず買って必ず読んでその内容を誰かに話すアウトプットをしたりとか行動してみてください。7個目、修行は避ける。考えながら急いで回る。修行っていうのは時間の浪費です。寿司屋の修行を例にとります。昔の寿司職人の修行というと店に入って皿洗いなどの雑用を数年やります。その後焼き物を担当してまた数年働きます。師匠から包丁さばきだったり料理のノウハウを教わるのが10年後っていうのはザラにあります。独立できるのはもう40代です。そんな修行の時間は完全に無駄遣いです。美味しいお寿司の作り方は YouTube だったりレシピ動画で公開されています。見たまま数ヶ月も真似すれば寿司を握ることができます。短期で料理法を教えてくれる学校だったり料理教室もたくさんあります。ネットで見つけた動画の独学でも十分やれます。実際に寿司屋の修行は一切しないで寿司学校で学んだ経験だけでミシュランを取っている人もいます。また料理経験のなかったオーナーがラーメン屋を始めて大行列ができているケースもあります。味と修行の長さっていうのは意外と比例しないです。欲しいスキルっていうのは独学ですぐに身につく時代です。習うよりも慣れた方がいいです。僕も YouTube のやり方を本を読んだりとか学校に通って習ったわけではないです。教わるよりも慣れるっていう気持ちでやった方が早くスキルは身につきます。8個目、僕が唯一従うのはのめり込んでいる自分だけ。多くの人は自分の行く道を見失っています。何をしたいのか、何を求めているのか、自分は何を残せるのか、これが分かってない方が多いです。分かっていない人はこれが足りないだけです。やりたいことが見つかっていないだけです。没頭が足りないだけです。またこんなのできるわけないなど自分に行動のブレーキをかけている方も多いです。行動のブレーキをかけないでください。やりたいことを見つければあとはあなたが好き勝手没頭すればいいだけです。ハマるだけです。ハマるだけで必ず成果は得られます。自分を没頭に追い込むいい方法があります。それは自分の決めたルールで動くことです。僕の YouTube 図書館は1日2本という自分のルールで動いています。誰からやれって言われたわけでもないです。趣味でも恋愛でもビジネスでもしっかりと自分でプランを立ててあとは実行するだけです。自分のルールで動いていると達成感が湧いてきます。3歳児の気持ちで好きなことだけに没頭してください。楽しいからやる、好きだからやる、自分で決めたからやることです。9個目、面白い。金、こと、ノリを持つやつが結局勝つ。成功する人はノリのいい人です。行動が第一です。他人の目は気にしないでください。好きなことだけやってください。みんな動かないです。動かない理由は何なのか。自由に動き出すことの罪悪感だったり、動き出してしまった後の不安があるからです。好き勝手やったら叱られるかもしれない。周りに反対される。周りから嫌われる。そんなことは考えないでください。これからの時代は面白いノリの人が成功します。ノリのいい人が結局ビジネスでも恋愛でも人生を通して勝つことができます。あなたが成功したいのであればすぐ行動するノリのいい人間になることです。10個目、独占しない。共有する。富も体験も無限に膨らむ。ビジネスの成功者は人付き合いの技に長けています。その人が優秀だから成功したわけではないです。実績は高いけどプライドを持たずにできない自分をさらけ出す人、それが成功する人です。そして人の力を平気で借りることができます。成功する人の周りには優れた人がどんどん集まってきます。人の力をあなたもうまく借りてください。人の力を借りれない人は2つのパターンがあります。1つ目は自分でやる方がうまくいくと思い込んでいる人です。もう1つは他人と手柄をシェアしたくない欲張りな人です。自分でやった方が儲かるっていうお金中心の考え方の人です。どちらも間違ったこだわりです。
あなたよりも仕事をうまくやれる人はいくらでもいます。これをまずは認めてください。できる人に任せた方が絶対に結果は出ます。そして手柄は分け合った方が高い評価を得られます。自分だけ稼げればいい。そんな人と働きたい人はいないです。高い評価は得られないです。一人で何でもやろうとしないでください。優れた人を使った方が確実に得です。変なプライドは捨てることです。11個目、お金持ちになる方法はあるけど、お金持ちになって何するの？あなたはお金持ちになりたいですか？真剣に考えてください。僕はお金持ちになりたくて起業したわけではないです。自分のやりたいことをやるために起業をしています。むしろ会計士の頃は収入が高かったため、そこまでお金に困っていなかったです。ビジネスをしているのもお金持ちになりたいからやっているわけではないです。本当に好きなことに没頭したいため、自己成長したい、社会貢献したいからこのチャンネルもやっています。あなたはお金持ちになってどうしたいですか？お金をたくさん持って何をしたいですか？これを今のうちから考えてください。お金だけ欲しい人はビジネスを続けることはできないです。もしビジネスでうまくいってもお金があればもうやる必要ってないじゃないですか。お金だけを求める人は結果が出なかったらやめます。結果が出てもお金が貯まったからやめます。お金持ちになりたい人の多くの理由は将来が不安だからです。お金がたくさんあれば働けなくなった時不安を解消してくれる。それを本気で信じています。しかし何にお金を使うのか、お金を得て何をしたいのか、これが明確じゃないと一生心は満たされないです。お金持ちで幸せじゃない人は世の中にたくさんいます。一方お金がなくても本当に幸せに生きている人もたくさんいます。あなたがやりたいことに真剣にハマっていればお金の不安っていうのは自然と消えます。ハマりきれない中途半端さをお金持ちになりたい欲にすり替えないでください。不安を消せるのはあなたがいくらお金があるかではないです。やりたいことにハマっている人は将来に不安なんかないです。お金持ちになる方法はたくさんあります。ネットで転がっています。実際あなたがお金持ちになって何をしたいのか、ハマる対象をとにかく見つけてください。12個目、重要人物にも直接アクセスできる。もうマスメディアは必要ない。堀江さんは2020年の3月、レバノンに飛んでカルロス・ゴーン氏と対談を行いました。対談動画は YouTube チャンネルで公開しています。あっという間に200万回の再生を超えました。日本のメディアがどこも成功していない単独のインタビューです。もうマスコミ、テレビの役割が終わりつつあります。スマートフォンの出現でテレビの情報よりもインターネットの情報の方が今やメジャーになってきています。テレビはインターネットにもう負けています。大手メディアの発信力が最強というメディア界の常識がもうなくなってきています。テレビが家にない人は今多いです。でもスマホを持っていない人はもうほとんどいないです。 1% の視聴率の番組よりも個人のツイッターで1万リツイートされる方が社会には影響力があります。もちろん世間一般ではテレビはもう少しだけ最大のメディアであり続けます。でも時間の問題です。10年後、20年後、30年後を考えてください。家でテレビを見ないと情報が得られない。そんな時代っていうのはどんどん消えていきます。今の時代っていうのは発信する最強のプラットフォームが個人の手に移っています。テレビタレントを目指すよりもツイッターをやったりインスタグラムをやったり YouTube をやっている人の方が影響力を今持っています。企業もそちらにお金を使っています。あなたがもしビジネスで成功したいのであれば SNS をやらない理由はないです。13個目、不安は解消できる。情報が足りないだけ。堀江さんは未来の予測をよくします。ほとんど 100% 当たるようです。どうして堀江さんは未来のことがわかるのか。才能があるから、学歴がいいからではないです。情報をたくさん仕入れているからです。たくさん勉強しているからです。今後コンビニはどのような形態になるか、これを聞かれるとキャッシュレスが済む、そう判断します。店員さんはもういなくなります。あなたがたくさんの情報を得ることで未来の不安っていうのは確実に消えます。会社の仕事、家族問題、健康資産、ほとんど全ての不安っていうのはあなたの情報不足が原因です。たくさんのことを知っていれば不安なことなんかないです。
行った国に行って不安を感じるのはその地域だったり町のことを知らないからです。日本に安心を求めるのは日本に関する情報をたくさん持っているからです。解決策っていうのは必ずあります。あなたの悩みってのは全て解決できます。そのためには何をすればいいのか、たくさん勉強して情報をたくさん仕入れることです。それではまとめいきます。1個目、仕事は食っていくためにするものではない。あなたは何のために仕事をしてますか？生活のため、家族を養うため、そのためだけに仕事をしないでください。仕事はもっとワクワクするもの、楽しんでやるものです。人生の半分以上僕たちは仕事をします。すごく重要なのが仕事です。好きなことをする、好きな人と働く、そんな気持ちを持って仕事に取り組んでください。2個目、遊びは未来の仕事になる。遊びのように楽しんで仕事をしてください。仕事のように真剣に遊んでください。あなたに大切にしてほしい考え方があります。人生を遊び尽くすことです。仕事も楽しい、遊びも楽しい、家族も楽しい、運動も楽しい、すべて楽しくしてください。そのためにはハマることです。没頭することです。人生は限られています。無駄なことをやる時間なんかないです。3個目、ビジネスで成功するには他人と同じことを他人以上にしつこくやること。勉強でいい大学に行ける人っていうのは周りの人よりもたくさん勉強するしつこさを持っていたからです。スポーツで活躍する人も同じです。特別な練習をしているわけではないです。周りの人以上にしつこく基礎練習を積み重ねているだけです。ビジネスで成功する理由も一緒です。あなたが周りの人よりも圧倒的にしつこく仕事をすることで確実にあなたは成功に近づきます。4個目、アイデアを抱えているより酷評を受ける。アイデアは思いついた人ではなくて形にした人が何だって偉いです。アイデアだけ作っても動かなければ意味はないです。考えるのはほどほどにしてまず動き出すことです。5個目、時間のショートカットに借金は役立つ。前向きな借金はどんどんしてもいいです。あなたが夢を叶えるには借金をしないとチャレンジできない時があります。お金を返せなかったらどうしよう、失敗したらどうしよう、余分な不安は抱えないでください。6個目、欲しいものは何でも秒で買うこと。お金で買える、あなたが欲しいものは全部買ってみてください。貯金はなるべく崩したくない、そんなブレーキをかけないでください。欲しいものを我慢するとずっと耐えるような人生になります。7個目、修行は避ける。考えながら急いで回る。習うよりも慣れた方がいいです。ずっと教えてもらうんではなくて、まず行動してやりながら学んでみてください。8個目、僕が唯一従うのはのめり込んでいる自分だけ。自分を没頭に追い込むいい方法があります。自分の決めたルールで動くことです。楽しいからやる、好きだからやる、自分で決めたからやる、この3つを基本にしてください。9個目、面白いノリを持つやつが結局勝つ。成功する人っていうのはノリのいい人です。行動が第一です。他人の目を気にしないです。好きなことだけやるような人です。10個目、独占しない、共有する。富も体験も無限に膨らむ。ビジネスで成功する人は人付き合いの技に長けている人です。実績は高い、優秀なのにプライドを持たずにできない自分をさらけ出して人の手を平気で借りられる人です。11個目、お金持ちになる方法はあるけど、お金持ちになって何をするの？あなたはお金持ちになってどうなりたいですか？たくさんお金を持って本当は何をしたいですか？これを今のうちから考えてください。12個目、重要人物にも直接アクセスできる。もうマスメディアは必要ない。テレビよりもツイッターとか SNS の時代です。13個目、不安は解消できる。情報が足りないだけ。未来に不安を抱えている方は多いです。お金の問題、仕事の問題、将来自分はどうするのか。あなたが不安なのは情報が足りないだけです。勉強をしていないだけです。たくさん本を読んでたくさんの情報を入れればあなたの不安っていうのは解消できます。世間の常識ではなくて自分の考え、自分の常識を持ってください。他人に従うのではなくて自分に従って、誰のものでもない自分の人生を生きてください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。